はい、皆さんこんばんは、マッサンです。今日がですね、2020年、1月4日ですね、1時ということで動画撮っていきます。皆さん、明けましておめでとうございます。本年もどうぞどうぞよろしくお願いいたします。はい、でですね、今日ちょっとお伝えしようかなと思ってるのが、1月1日、2日、3日とですね、お正月っていうね、言われる、期間に入って、で、僕は何してたかっていうと、仕事をしてましたっていうことで、変わりなく毎日をね、過ごしてる状況ですけども、実際、情報はね、ずっと追いかけてる状況で、皆さんにね、お伝えできるところがあれば、伝えていきたいなと思ってる所存でございます。はい。で、今日ね、お伝えしたいのが、本題からいくんですけども、カルダノのですね、プールについて、の説明をさせていただこうかなと思っております。はい。カルダノプールですね、皆さん、ステーキングに参加していただいているかと思います。で、このステーキングに参加するにあたってですが、一つのプールをですね、設定されていると思います。で、最初のプール設定。で、ここのプール設定で、これね、カルダノプールの、サイトになるんですけども、ここでですね、このプールですね、前もね、ちょっと説明をさせていただいたんですけども、こういうね、サイトがあるんですね。で、このサイトの中でですね、それぞれのプールの今の状況っていうのが分かるように、まとめられているプール、サイトになります。で、このサイトでですね、確認をしていただきたいところがですね、ご自身が入っている、委任しているプールですね。で、そのプールが、正常に稼働してるかどうかっていうところを見てください。でね、今はほぼほぼですけども、だいぶばらけて、1% 以下にはなってたりするんですが、まだまだちょっと安心できませんよっていうことですね。で、何が安心できやんかっていうとですね、実際に、自分が委任しているプールですね。で、そこのプールが、正常に、報酬が支払われているかどうかっていうところが、ポイントです。で、それが何かっていうと、要はここですね。例えばこういうね、平均的なパフォーマンス、平均的なパフォーマンスってそれぞれ、黄色のね、ポッチがついてるったりとか、で、赤のびっくりマークがついてたりするところに、もし委任してるところ、委任してる方がいらっしゃったら、ちょっと要注意ですよ、ということです。はい。で、例えば、これが、一番トップに来るんで、シェア率が高いんですね。っていうのが、こういう状態ですね。で、これが、チャートになるんですけども、シェア率がこういうふうに出てますと。で、このね、何%みたいなところが出てるんですけども、こういうところに委任すると報酬が少ないですよっていうことですね。うん。で、それ以外の、プールのシェア率も大体まばらになってきてるんですけども、うん。高いところに行くとですね、やっぱり報酬率っていうのが下がっていきます。はい。大体平均的には、6、7、8%って言われてるんですけども、今まだね、そこまで大きく、たくさんの方が委任されてるわけではないので、今、うまくいけばですね、率でいくと 1.6%、1.8%、
あ、16% ですか。ごめんなさい。16% とか 15% とかの委任率を、いただける可能性があります。で、そういうプールをね、ちょっと探してほしいなと思います。で、それがですね、例えばこのチャートで見ると、税率であったりとか、そういう部分を見てですね、どこにするのかを選んでいただきたいんですけども、まあ、要はですね、この、ここです。はい。で、ここをですね、見ていただきたいなって思います。日本語にすると、はい、平均ですね。過去、3エポックからの、ステーキング結果に基づいた推移っていうところですね。ROI っていうところを見ていただきたいなと思います。ここがですね、高ければ高いほどいいっていうところなんですね。まあ、じゃあむちゃくちゃ高い方がええんかって言ったらそうでもないんですけども、それがですね、まあ、ここの、稼働率で、稼働率、まあ、要はここですね。パフォーマンスっていうのを見ていただきたいのと、プールサイズっていうのを見ていただきたいと思います。で、そこでですね、変化が、ある部分をチェックしてもらったらいいんちゃうかなっていうことですね。で、かつですね、これはですね、毎日、ほぼほぼ毎日変わっていきます。毎日見てるとですね、こんな感じで、変化していくんですね。で、それはそうですね、皆さんが、プールをね、選択していくんで、そうなんですけども、はい。なので、実際に今ご自身がやってるプールが正常に、運用してるかどうかっていうのを必ずチェックをね、していただきたいなっていうことですね。はい。で、まあ、それが、ここにも書かれてるんですけども、これ IOHK からのブログを、そのまま、引用してるんですけども、ですね。まあ、ここですね。エポックごとに、約380万エイダが、授与されますと。で、ネットワークの 50% が参加する場合、委任の年間率は約7-8% になると推定されますが、ネットワークの参加が、少ない場合は13-15になる可能性があります。これらの数値は、財務税およびステークプール料金の対象となります。ということで、まあ、インセンティブテストネットのウェブサイトっていうところを開いていただいたら、まあ、この計算機がね、ありますよね。で、この計算機で、触ってみてね、どれぐらいなんかっていうのを見ていただければいいと思うんですけども、はい。で、それで、大体ですけども、今で、僕で12-13%ぐらいになりますかね。はい。で、高い人では 16% っていう人もいらっしゃいます。16%、17% ですね。で、それがプールのを、見ていただくといいかなっていうことですね。で、それがもう一つこういうところです。過去4日間で 16% の報酬を設けるっていうふうに書いてるんですけど、まあこれね、体の、コミュニティになるんですけどね。で、ここでも 16% っていうのを一貫してもらえてますっていうことを言ってます。だからそういうね、プールを選んでください。今の率はどんなくらいかっていうのは、先ほどの計算機でね、自分の率っていうのを見ていただければいいと思います。はい。で、いいプールを見つけていただければいいかなと思います。それが、日々変化するんで、大体どうですかね、1日2日ぐらいでチェックしていただくのが一番いいんちゃうかなと思います。っていうふうにね、見てください。はい、というところでですね、プール設定、皆さん、ちゃんと行っていただきたいと思いますので、必ず、忘れなくお願いします。はい、まあ、前の動画でですね、僕 IOHK の2に入れてますって言ってたんですけど、IOHK の2ももう満帆なんでね、違うところに今委任してますっていうことです。で、それでですね、委任率がだいたい 12% ぐらいにはなってるんでね、皆さんも試してみてください。はい。で、今のうちにね、確実にまたこのエイダは入ってくるんでね、そのエイダをですね、自分のウォレットに入れて、ね、で、それで、エイダの数を増やす。これもありかなっていうことですね。はい、お願いします。はい、で、そしてですね、今日もまたまたお伝えさせていただくんですけども、F シェアーズですね。で、この F シェアーズ、やっぱりね、非常に素晴らしいですよっていうことですね。はい。これ F シェアーズのチャートになります。うん。
で、今の FSC が、1.4 ドルということで、ちょっとね、下に落ちてるんですけども、決してそういうわけではなくて、また上がっていきますよということですね。でね、これは本当にね、今年、もうね、年が明けたんで、今年、本当にすごいことになっていく、まあ、その取引所というか、コインというか、になります。でね、これは、まあ、言えないことが非常に多いんで、なんとも言えないところなんですけど、もしね、どうしても聞きたいっていう方がいらっしゃったら、まあ、個別にですね、対応させていただきたいと思いますので、どんなすごいことになるんっていうのは聞いてください。マスさんまでお願いします。ただですね、他言は無用ということで、お願いしますね。はい。で、この F シェアズクラブっていうところは、まあ、マイニングをですね、しっかり今行っている状態なので、マイニングはしっかり入ってます。で、これね、毎日入ってきてます。で、その毎日入ってきた F シェアズコインっていうのをですね、まあ、売り買いももちろんできますし、で、ビットコインに変えることもできます。でね、それ以外に、これをですね、誰かに紹介しますっていうことで、F シェアズクラブを紹介したとしますね。で、そこでは、紹介報酬っていうのを得ることができます。で、これはね、結構な金額になっていきます。はい。なので、紹介出せる方は本当におすすめです。で、これはね、今年、本当に乗ってほしいなっていう、こういう案件なんですね。で、まあ、こればっかり紹介してて、前回のですね、感謝っていう動画を伝えたんですけども、で、その感謝っていう動画ではですね、あんまりちょっとしょ、あの、再生回数が伸びずにですね、バットもちょっと入ってたりとかしたんで、って思ったんですけど、でもね、後悔っていうのって絶対後にしか起こんないんですよね。先に後悔って絶対起こんないじゃないですか。まあ、それは当たり前なんですけども、でもね、これ後悔絶対しますよっていう話なんですよ。あの時にって、ああ、そこでみたいな、そういうところっていうのはね、絶対あると思ってます。で、これ僕自身もやっぱりね、乗っといてよかったなって今思ってるんで、で、皆さんに同じ気持ちに、ね、なってほしいなっていうことで、今もどんどん紹介させていただいてるんですね。で、これ、エイダー以上になるんじゃないかなって僕は思ってたりします。もちろんエイダーもね、素晴らしいんですけども、それ以上にこれがね、今年は本当にすごいことになっていくんちゃうかなっていうことですね。はい。今はね、この動画を再、えっと、まあ、見ていただける方っていうのは少ないと思うんですけど、この F シェアズクラブですね。でも、最終的にはもっと伸びていくっていうふうに思ってるんで、はい。なので、ぜひね、皆さん乗ってください。乗ってくださいというか、もうやりましょう。もうやりましょう、もうこれは。はい。というところでございます。で、やるならですね、もうパックをね、買ってね、マイニングでね、しっかり稼いでね、もう、少しでね、元は取れるんで、はい。で、元取れたらですね、もうそっからは利益になるんですよね。で、それだけ、長続きしますし、で、行く先も安泰ですよね。こんなんてあんまりないですよね。はい。なので、僕はご紹介しております。はい。ということで、もし興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひね、マッサンの、LINE アットに、コメントをください。はい。でですね、やり方がわからない等がありましたら、しっかりですね、お伝えさせていただきますので、ぜひお待ちしております。はい。ということで、以上で動画終了したいと思います。最後までありがとうございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またですね、チャンネル登録、いいね、お済みでない方、どうぞよろしくお願いします。おすすめチャンネル、こちらです。ぜひご覧ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。